こんにちは。常陸大宮市にある自然農法果樹園アイアイファームの飛田です。農薬肥料一切使わないで、果物、ブドウとかさくらんぼとか作ってる私ですけれども、いろいろ趣味と実益を兼ねて手作りもしてます。今日はその紹介パート2ですね。チクチク塗ったりするのも好きなんですね。最近、これはごく最近作ってみました。スマホケースになってます。ビロードの生地と、あと、コードとか、あとこれはフェイクファーなんですけど、フェイクファーで、持ち手を編んでビーズをくっつけたりしてみました。ウッドビーズとか、結構かわいいですよ。自分で言うのもなんですけど、あとこれ私のマーク、はい、プラス、クロス、私のイニシャルをもじったものですけど、はい、あと1個作ってみました。今度はね、ちっちゃいやつね。はい、これはダイソーで買った100円のリボン、結構ね、可愛いのがあるんですよね。それを縫い付けてみました。そしてビーズをあしらってあります。これは、ブラックの、持ち手にしてみました。やっぱりビーズをくっつけて、ビロードの生地です。でもマークはね、ここに入ってます。このここに、はい、2つ作ってみましたね。携帯の、これは男の人にはね、女の子かな。はい、手仕事、チクチク縫うことが結構好きだったりします。思いのままに作るっていうのが好きですね。型紙とか取ったりとか、結構そういうのは苦手なんですね。自分の思った通りに作るのが好きです。